はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ちょっと次回は、はい、980一回お休みですか。あ、お休み、お休みしよう。なんか考えます。ああ、わかりました。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、今日本当に作ってきたんですけど、おあのこの前言ってた、はいはいはい、例のやつ、例のやつ、例のやつできた。ちょっとこちらです。おお、お弁当ですね。皆川特製弁当を作ってました。いいね。はい、はい、ちょっと今日見てもらってもいいですか。はいはい、はい、ぜひぜひ。一応これ、まあ、自分が食べるっていうよりは、うん、ダイエットしてる、うん、ちょっと彼女さんの、うん、ためにということで、はい、糖質制限弁当と、いろいろね、すごい大変だったんですけど、はい、ちょっと紹介していきます。はい、ババン、ミネストローネスープです。おお、まずそう、うん、トマトの、してメインがちょっと少ないんですけどね。はい、ちょっとダイエット中ということで、うん、お肉巻きとオムレツです。はい、で、ちょっと野菜がね、うん、野菜ちょっと欲しいと思って、ちょっとベタですけど、うん、もうブロッコリーですよ。しかも茹でただけっていう。とトマトっていうので、まあ、今回この3点で、うん、ちょっとタニタ的にどうかちょっと分かんないんですけど、うんうん、今日はこのお弁当の紹介ということで、うん、ちょっと僕も専門的なことは分からないので、はい、せっかくなんでタニタの管理栄養士の人に見てもらった方がいいんじゃないかな。なるほどなるほど、そうですね。そしたらちょっと誰か呼んでもらっていいですか。じゃあちょっと待ってて呼んでもらって、はい、うん、お願いします。管理栄養士のみゆきさんです。どうぞ、パクッと一口でいければ、あ、いけます、うん、うん、何でしょうね、あの、お砂糖の代わりにみりんにしてもらった方がちょっとね、なんか蜂蜜でもいいです。蜂蜜も抑えなければ、こっちも出汁味を効かせた方が美味しくなると思います。